はいどうもカッパー長でよいよやいやちょっと、ね、しんどいことになってきましたけどもうちょっとなんでね頑張ってやっていきましょうかね今日はもうあのこのチャンネルはもうメインはこれですね日程のさっきちょこっと言いましたけどこのセクシー田中さんのこの件の話ってどうでしょう内容はご存知ですかね結構ニュースいろんな媒体から飛び交ってるんでうーんとまあ 簡単に言,うと言えば原作者の意向をまあ無視したこの何て言うのアニメとか漫画とかの,この実写化ってまあやるじゃないですかねでそれが面白い面白くないとかそういう話はまあここではしませんがー今この原作者さんと 芦原先生という方ですかね。でこの方と、今この曲側、あの今脚本とかこの、まあ、日テレサイドですよね。うん、ちょっとこのトラブったんですよね。うんあのー、で、結果、あー要はこの原作者さんがどうやらかこの謝罪に、えー、追い込まれてしまって。 でえー、結果あの、残念ながら自ら命を絶つというちょっと極端な決断を、ね、あのそこまで追い詰められてしまったんですよね原作者さんの先生が。うん、で、それに対して日、えー、テレサイドはなんかこの開き直りというかものすごくこの人を人とも思わないようなこのし冷たい態度というか、ねうん、自己弁護、自己正当化に。 えー、そういうこの発言とか態度をずっと続けててでその取り巻きの連中もねあの何、ー、ていうのかなこの脚本家を擁護するコメント原作者さんを批判するコメントがあーなんかこのだから仕組まれてるというかね相変わらずこの「半日クソマスゴミ界隈」ってほんと腐ってんなっていう要は簡単に言うとそういう状況ですかねうんいやっぱ普通にひどいと思いますよ うん、やっぱり人の命奪われてるわけですから。にもかかわらず、ね、やっぱり反日クソマスモイ界隈って本当腐ってんなって、ね、あの人志マスモトさんの時にこの文春の、うんね、話を過去を遡って、ね、ある考古学者の先生を、ね、要はこの嘘でたらめ超えて葬り去って、ね、それでこのなんか自己正当化して、ふんみたいな。 ね、正義の味方気取りでね、ふざけたこの,この昔だけ、もっと編集長の話したじゃないですか。全く一緒ですよね。ね、人一,一人命、ね、あの、なんだと思ってんだって話なんですよ。うん。だからもう本当、売り上げ、金になりさえすれば何でもいい、何でもあり、ね、でそれに対してなんかこの異論とか反論とかしてこよう思うんなら、もう容赦なく叩き潰す。 本当ふざけた集団だよな。反日くそもそも界隈ってね。うん。まあちょっとね、順番に見ていきましょうかね。えー、まずこの日テレがあ約束違反の内容改変をした件なんですよ。で、原作者さんが、あ要はこの、謝罪とこの投稿削除に追い込まれるっていう、逆に、うん、逆襲を食らっちゃうっていう、なんだかわけのわからん状況なんですよね。うん。で、 えーと日テレで昨年10月放送されたドラゴンのこのセクシー田中さんっていうこの原作者さん、えー、足,原足原先生、漫画家のね、えー、ひなこ氏でしたっけ、うん、が28日、自身の X を更新して、客をめぐってこの日テレ側と折り合いがつかなくて、 なんだっけな恋愛要素がなんかやたらに多すぎるみたいな,なんかそういう話だったのかな、うん、ただ別にこの攻撃をする意図ではなかったあーらしくてで、えー、と結局自らがこの9話10話の脚本を書くことになったと、ね、告白したことについて謝罪したとだこれが、ね、どうやら、ね、なんでそんなことでこの謝罪だって原作,原作者さん ね、原作者さんなんだから原作のこのね、あのー、あまりにかけ離れた内容って違くねってでそれについてクレーム言うの当たり前じゃねえって素人ながらに、ね、思うじゃないですかでねその要はこのこの界隈の詳しい人たちに言わせるとそもそもはその脚本を自ら書くことになったっていうこの部分を告白したのがタブーだとかって言ってるんですよ お前たちの業界のルールなんて知らねえよって思うんですけどもだけども結局これをこれが理由であの自ら命を絶っちゃうんですよひどくないですか普通に考えて、うん、いやこれはちょっとまだ詳細がねいまいちよくわかんないんですけどもどういうなんか圧力がかかったのかそれともなんか物理的にね ちょっと簡単にこのまとめると、ドラマ化するなら必ず漫画に忠実に、ね、漫画に忠実に合えばしっかり過失修正させていただくと、ね、この条件で本当にいいかっていうことを小学館を通じて日本テレビ側に何度も確認をした後でスタートしたんですよ。うん、そもそもが。ところが毎回毎回、まね、この原作を大きくこの改編っていうか改ざん、改変化したプロットとか脚本が提出されてくると。 で原作者さんね、えー、先生が毎回粘りに粘って過失修正してやっとの思いでほぼ原作通りの1話から7話までの脚本が完成したんだけれどももう疲れ切るんですよね当然だって脚本家が脚本家の仕事しないから代わりにやってたんだからさで9話10話の脚本も書くんだけど時間がなくなって、まあ、ラストがこの不評だったんですよね で、改変して毎回作者に原作通りに修正させてたくせに脚本家がインスタで評判が良かった1話から8話をてめえの手柄にして原作者さんをディスり始めるんですよ。この脚本家が。脚本家なんつってたっけ脚本家も女性なんですよね。相沢優子とかいうやつ。うん。 でこいつに対して当然、この原作のファンなんかを中心に批判が殺到するんだけども、日テレサイドとその取り巻きの連中は、ね、脚本家を非難するのはね、筋違いだみたいな感じで開き直るんですよね。うん。で、この原作者さんもこの長文で反論するんですよ。それがさっきの内容ですかね。うん。その9話、10話の脚本を、要は、何でようかな、この時間切れっていうのかな。 でもまあやらざるを得ない状況に、うん、至った経緯とかその事情をね、えー、小学館と相談した上でお伝えすることになったっていうその投稿をするんですけれども、うん、これがこの行為がそもそも業界としては業界ルールに照らし合わせるとタブーだと、うん、知らねえよそんなもんって思いません、うん、だってそもそもも約束 ね、守ってないのは日テレサイドですよね。で脚本家はそもそもこの相沢なにがしは脚本家との仕事をしてないのに、ね、手柄だけ横取りして、うん、結局もう疲弊して、ね、もういっぱいいっぱいだった原作者さんの先生を、ね、悪者に仕立て上げて、ね、この唾吐いてるわけですよね。うん、だ結局もう精神的にこの追,い込め、ね、追い詰められて病んで。 で自ら命を絶ってしまった、うん、細かいそのあれは分かんないですよ、うん、でもこの流れ推移を見るとおそらくそうなんじゃないのかなだから日テレサイドがいわもうそこまで追い込んだってことですよねいやひどいねうんだからもう反日クソマスコミは人の命を何とも思ってないわけですよね てめえたちが言ってることやってることがもう圧倒的にただただ正しい。何がタブーだよな。だからこれ元政策関係者が指摘してるんですけども。だって日テレは逆ギレして激怒してますからね。いわゆるそのうち,うちの話を、ね、オープンにした。つってるんですよ。いや、うっせーわって話ですよね。うん。業界独自のルールなんか知らねえよと。 事前の約束破ってもルールだからって泣き寝入りしろって言ってるんですからね日テレサイドは何言ってんだようんね人が亡くなっても業界ルールじゃそれが普通って開き直ってるんですよ日テレ側ははいやもうマスゴミねこの半日クソマスゴミ界隈はもう大掃除が必要ですよやっぱりで結局この 原作者さんの芦、えー、原先生と、うん、この日テレの、この日テレサイドのこの脚本家のこの相沢何しこの相沢何しを擁護していた、ね、泉なんたらっていう、なんだろうこいつは、活動家なかなんかかな、脚本家を擁護した、まあ、ジャーナリストだな、一応。こいつはこいつでね、そう、やっぱりもう取り巻きの連中がね、頭おかしいやつばっかなんですよね。うん。 えー、さてうつの治療から半年過ぎ気持ちが外へ向かうようになりましたこのところ積極的にご近所、会話、渋谷あたりに出かけ心と足の骨折による後遺症のリハビリしていますまた体のどんな部位も整う、えー、ために休む時間も薬なのだと実感しました先週は一日だけ騒がしい日があった気もします、えー、電話口の友人が不幸中の幸いといかこれが病状の一番重い時でなくてよかったと心配してくれました私もそう思う本当に仕事や他人のことまで振り回されないのままできたあたでよかったと思っています まあ、限りある時間は大切に使わなのようによ、えー、読みたくない本は閉じればいい。耳障りな音楽はオフにすればいいのですと。なめくさってんな。うん。だからもう人が亡くなっても雑音扱いってことですよね。だから所詮、こう、この程度のやつらだってことですよ。このマスゴミ界隈ってね。うん。いや、もう一掃しないとダメですね。 でこの芦原先生の訃報を知ったね要は同業者要は漫画家さん原作者さん仲間っていうのかな漫画家仲間当然漫画家さんの先生たちは、ね、冗談じゃないとふざけるなって怒りの声をあのだめの,、ね、の二宮先生でしたっけとかねうんいやーこれはもう半日クソコマスゴミ界隈はやっぱり一掃しなきゃダメってことですよねこういった人命軽視も甚だしいよね売り上げのためだったら 平気でこの鹿場で踏みつけてっていうそういう輩だっていうまた一つ一個証拠だよねこれねうんいやもう全力で潰しに行かないとうんなめんなよと何様のつもりだってことですよね約束破っといて開き直ってんでこいつらは平気でうんいやー不愉快極まりないですよねうんけしからんはい以上です